ライオネル・バスター・クラブはイギリス海軍の士官、潜水士。1956年にミロクの依頼でソビエト連邦の巡洋艦を調査する秘密任務についていた際に行方不明となった。クラブは1909年1月28日にサウスウェストロンドンのストレタムで写真用具のセールスマンのヒュー・アレグザンダーと妻のベアトリスの間に生まれた。一家は貧しく、 クラブは若い頃から様々な職に就いた。第二次世界大戦が始まる前にクラブはイギリス海軍予備員に登録した。大戦が開幕するとクラブは陸軍の重首となった。1941年に海軍に席を移し、翌年に海軍の根拠地があるジブラルタルに送られた。当時イタリア海軍は人間魚雷や潜水士を用いてジブラルタルに停泊する。 連合国艦船の尖閣にリムペットマインを取り付け、爆破する作戦を行っており、クラブは港湾の監視と機雷除去を行う爆破処理班に配属された。当初は取り外された機雷の処理係だったが、後にダイビングも習得し危険な任務に取り組むようになった。1942年12月8日に行われたイタリアの攻撃で美人ティに注意と、 マグロ上等兵装がおそらく爆雷によって死亡した。彼らの死体とフィンやスクーバ装備はイギリス軍により回収され、クラブとシドニーノールズによって使われることになった。クラブはマルタ島においてイタリア軍により軍艦に設置された吸着機雷を除去した働きにより、ジョージメダルを授与された。1943年にはイタリアの降伏を受けてきた、北。 イタリアに派遣され、リボルノやベニスの港での嫌い除去任務につき、これらの働きにより、大英帝国勲章も授与された。ポーランド亡命政府の首相ブアディスワフ・シコルスキが、ジブラルタル沖で乗っていた、B、P-24 が海に墜落し死亡した際には、破壊工作がなかったか調査を行っている。クラブは、アメリカの水泳選手、俳優のバスタークラブにちなんで、 バスターというニックネームで知られるようになった。戦争が終結するとクラブはパレスチナに派遣され、シオニストの民兵組織いる軍が設置した嫌雷の除去を行っている。1947年に少佐で海軍を除退した。クラブは民間でも自分の潜水士としての能力を生かし、沈没したスペインのガレオン船の調査やオルダーマストンに存在した。 各兵器研究機関の依頼で放射性廃棄物の海中投機調査などを行っている。海軍の仕事も請け負い、沈没した潜水艦の生存者捜索に当たっている。1952年にマーガレット・エライン・プレイヤーと結婚したが数年後に離婚した。1955年にクラブはシドニー・ノールズと共にソビエト連邦の巡洋艦。 スベルドロフ級巡洋艦の秘密調査を行った。ノールズは後に巡洋艦の艦首にバウスラスターを発見したと証言している。1955年3月にクラブは引退したがすぐにミロクによってスカウトされた。ミロクはクラブにスベルドロフ級巡洋艦オルジョニキーゼの潜水調査を行うよう依頼した。オルジョニキーゼは外交交渉のため イギリスを訪問していたニキータフルシチョフとニコライブルガーニンを乗せイギリスを訪問中でポーツマスに停泊していた。ピーター・ライトのスパイキャッチャーによると海軍の情報部がオルジョニキーゼのプロペラについて情報を保持していた。1956年4月19日にクラブはポーツマス港で潜水しオルジョニキーゼに向かったが帰還しなかった。 同行していたミロクの職員は十分な捜索を行わずに宿泊していたホテルを引き払い宿泊客名簿の数ページも破り捨てた。10日後にイギリスの新聞がクラブが秘密任務中に行方不明になったことを報じた。ミロクは事件を起ことしようと試みた。海軍省はクラブはポーツマス近くのストークス湾において新型機雷の試験中に 行方不明となったと発表した。ソ連政府は5月4日になり、艦の周囲で潜水士が目撃されていたと、イギリス政府に抗議を行った。当時のイギリスのアンソニー・イーデン首相はこの作戦について知らされていなかった。ミロクのジョンシンクレア長官が、その後辞任したのは、イーデン首相に解任されたのだという主張は間違いで、あり、イーデン首相は事件前に、 シンクレア長官の後任に、見ゴのディック・ホワイトを就任させることを決めていた。議会でも事件は取り上げられ、イーデン首相は、質問に対し、問題の潜水士が死亡した状況を公にする、ことは、公共の利益には、習いと説明を拒否した。当時クラブの最後については、様々な憶測がなされていた。オルジョニキーゼの上院に見つかり撃たれ殺害された、捕虜となり、 ソビエトの刑務所に収監されている、ソ連に亡命しようとしていたためミゴが殺害した、などの説があった。14ヶ月後に、ポーツマス港から数キロメートル離れたピルジー島沖で、潜水用スーツを着た死体が発見された。死体には、頭部と両腕が失われており、離婚した妻や、当時のガールフレンドもクラブであるのか確認することが、できなかった。シドニーノールズは、 左膝の傷から本人であると証言したが、後に命令により認めただけで確証はなかったとコメントしている。検視陪審では、死因不明とされたが、検視官はクラブである可能性が高いと発表した。2007年に BBC とデイリー・ミラーは、オルジョニキーゼの官邸に機雷を設置しようとしていたクラブを殺害したというソ連の潜水士を自称する人物のインタビューを放送した。 彼がクラブの首に刺したというナイフと授与されたという赤星勲章も示された。1958年にイギリスで制作された映画先行電撃隊は第二次世界大戦中の地中海におけるイタリア海軍特殊部隊とイギリスの潜水士の戦いを描いている。主人公のクラブ役はローレンス・ハーベイが演じた。ありがとうございます。